Suzuki。 はい、前回まではプロイセンという国ができて、で、フリードリヒ大王のひいおじいちゃんであるフリードリヒ、大戦帝国、大戦帝国、はい、フリードリヒ、もうややこしいなフリードリヒの、ひいおじいちゃんの出てきた話っていうところなんですけども、あれ、これってプロイセンという国はもうできてるんですか？あれ微妙なんですよね。はい、こんな答え返ってくると思うんでしょう。そう。国って出来かけとかあるんですか？出来かけがねあるんですよ。なんかそれ。はい、今日僕たちが思っているという形では国っていうものが存在してないんですこの時代。え、じゃあその地域なんなんですか？領地なんです。いろいろな大きさの領地があるんです。はいはいはい。で、はい、その王様が治めている領地は王国なんです、公爵が治めている領域は公国なんです。ほうほうほう。で、伯爵が治めている土地っていうのは伯領とか呼ばれるんですよね。伯爵の領地で伯領とか呼ばれたりとかして、で、その大小さまざまな、これそれ一つ一つがまあ国みたいなもんなんです。主権があって、宮廷があって、行政機関があって、裁判所があるみたいな感じの一つ一つの国があるっていう感じなんですよね。で、今どうなっているかっていうと、ホーエンツォルルン家がブランデンブルク辺境伯領っていうのと、プロイセン公国っていう2つの大きい領土を持っている状態なんですよね。で、プロイセンではプロイセン公だし、ブランデンブルクではブランデンブルク辺境伯っていうランクを持っているっていう、そういう状態なんですよね。なんかだから複合君主制によってそれがすごいな。しかもそれが全部飛び地ね。うん、すごいっすね。いや、もうこの時点でちょっとうわって思ったんですけど、うん、いや、僕ら普通に世界地図を買ってきて見たら全部の領土に、土地に色付けされてますもんね。色色で国というフォルダーで完全にミーシーで分かれてるじゃないですか、はい、そっかっていう、うん、土地は土地であってまだ誰がどうとかっていうのがふわっとしてるんですね。いや、その確定してるんですよ、誰がどうっていうのが、はい、あ、ただ面で考えると、はいはい、多分意識がずれるんだよね、はいはい、なるほど。国っていうよりは、はいはい、その世界地図が全部塗りつぶされてないんですまだ。そうよな、っていう感覚をまず持ってもらって、はい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 、で、村というか集落があるじゃん、はい、この集落は、はい、この集落群がこの人のものですみたいなのが決まってるわけです。なるほどなるほど、はいはいはい、だからこの集落群、集落群っていっても結構人口いますよ、はいはいはい、何十万人もいるんですよ。なるほどっていう集落もあるんですよ、うん、っていうところを含めてこの人の領地なんで、うん、ここの税金はこの人が取りますよねってことが決まってるんで、てるっていうことですね。なるほどなるほど。それがめっちゃたくさんあるんだけど、うんうん、それのリーダーが他のも兼ねたりするから複雑に感じる。 ね、それが複合君主制。複合君主制。しかもそれが他のも兼ねてるだけならまだいいんだが、うん、他のも兼ねながら、こっちではこの人の進化、こっちではこの人の進化とかするから余計複雑だって話になる、うんうん、はいはいはい、ってことですね。 OK です。はい、いや、頑張って想像しながら聞いてます。あ、でも前回ほら、うん、仕事の件でちょっと例えましたけど、はいはい、多分50年ぐらい前のサラリーマンに、うん、今の僕たちの働き方を説明するとおそらく同じような感想を持つと、う、ね、どういうこと、会社って一つじゃないの？そうだね、確かに。なんで二つとかなの、うん、みたいな、うん、副業って何みたいな感じだと思います。確かに確かに、はい、で、おじいちゃんの代、さっきひおじいちゃんの大戦帝国が常備軍を作ってだよっていう話をしましたよね、うん、オランダをモデルとした、うん、まだ小国なんです。周りのフランスとかね、フランスが一番強いんだよね。フランスとかさ、イギリスとかさ、スペインとかね、うん、ああいう超強い、ほらエリザベスの時代に戦ってた人たちに比べると、うん、まあめっちゃ弱いわけですよね、うんうんうん、なので、このオランダっていう国を、まあ、モデルにして、うん、ひおじいさんが強がったって話をしましたよね、うん、で、おじいさんですね、おじいさんの名前はフリードリヒです。あ？あ？何やと？ヤンキー、ヤンキー。いやいやいや。おじいさんの名前はフリードリヒ一世ですね。はい、はい、で、あだ名が猫背フリッツ。だってそう、ちょっともういろいろちょっとまず一世やなかったんかいっていうのがまず出て、曽祖父が。曽祖父はフリードリヒビルヘルムだから。フリードリヒ・ビルヘルムっていう名前なんです。一世ってそこなんで一にしたんやっていうのもあるし、一世っていうやっていうのもあるし、うん、フリッツ、猫背フリッツ、猫背フリッツっていう猫背フリッツっていうあだ名なんですね。
あと豪奢王とかね、確かあの贅沢する人みたいな意味で言われたりしますね。であのフリードリヒ一世猫背フリッツ、まあおじいちゃんって呼びます、はいはい、おじいちゃんはね、うん、フリードリヒのおじいちゃんである猫背フリッツは、こういう描写がされてる。肩が張って胸薄く小男で、しかも背骨が曲がっていた、うん、個性に乏しい凡庸な君主だったって書いてあるね。フリードリヒ大王がこう言ってますからね、おじいちゃんに対して。おじいちゃんあんま評価してないよ、ね、評価してない、ひどいな、うん、派手好みで外見にひどくこだわる虚栄心の塊のような人物であるというふうに、きついきつい、まあ、評価されてるいきついきつい、そんなん言われたら孫からね。でもねこの人はすごく教養人であり、うん、教養ある宮廷をまあ営んだ人で、うんうん、この人の影響すごく僕はあのフリードリヒ大王を受けてると思います。孫のフリードリヒ大王はね、うんうん、すごく受けてると思うんですけれども、この人が治めてたのが、まあ、17世紀から18世紀に移り変わる時期がこの人の時代なんですけれども、うん、一つ功績としてあるのがプロイセンという国を王国にした、うん、プロイセンは王ではなかったんですよ、うんうん、さっきの話ですよね。さっきの話というかね、これなんで王じゃないかっていうのを説明すると、はい、プロイセンっていうのは神聖ローマ帝国の中の一つの、まあ、属国じゃないですけど、はい、属国みたいなもんですよね、うんうん、だけどその神聖ローマ帝国の皇帝はめちゃくちゃ権威が下がったよって話をしましたよね、うんうんうん、30年戦争によってね、はい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 、だから力がなくなっちゃってるんですよ、ええ、でそれぞれの領地が領地って言ったり領邦って呼んだりしてるんですけど、うんうん、主権国家のように振る舞ったって話をしましたよね、はいはいはい、主権国家のようにというのはまるでボスがいないかのように振る舞っているということです、はいはい、これがまあそのなんていうかな、発展していってプロイセンの猫背フリッツは、うん、もう自分のことを王様って名乗っていいですかっていう許可を皇帝に言いに行くんです。なるほど、皇帝がいたら王様言っちゃいけないんですけど、うん、あのいいよって言うんですよ。おーライト。だって、ホーエンツォルルン家の人です、トップというか、まあ、まず王国に昇格します、はい、で王国に昇格するときに、うん、なぜ王国に昇格させたかったかっていうと、うん、どうやらですねその外交をするときにそのライバルの諸国の複合君主たちね、うん、いろんな領地を同じく治めている人たちなんですけど、うんうん、その人たちはどこかで王号を持ってたみたいなんですよ。うん、自分だけ王号がなかったらしいんですよ。ら確かに格下っぽくなるじゃん、そうすると、うんうん、で対等に渡り合えない感覚になるじゃん、うんうん、それがすげえ嫌だったみたいです、ね、まあね、うん、それは嫌っすわ、はい、で王号を獲得するために、うん、その神聖ローマ皇帝に対して、うん、有事の際は軍隊貸すよみたいな約束をして、うん、その代わり王位をちょうだいねみたいなことを言ってる、っていう感じですね。まあまあ虚栄心の塊でしたっけとか言われてまあでも政治的にこういう権威を身につける必要があったかもしれないよね。なるほどね。孫のフリードリヒ大王は耳のない王号を獲得した虚栄心の塊だって言ってるんだけど、うん、まあ歴史家の評価としてはやはり王号というその権威自体がそもそも政治的カードとして機能するからやっぱり意味はあっただろうっていう話をしてますね。そうそう、うん、やっぱ王様という称号は持ってないと相手の国の王様とは話ができないとかそういう状態だったんで、うん、まあね、一応こうちゃんと王様の名刺を持つことが必要だったんですね、うん、はい、でまあその軍隊を提供しますとか、うん、あとお金もなんか今の金額でいう10億円ぐらいを払うのでみたいな感じの約束を皇帝として、うんうん、皇帝も権威下がってたから権力も下がってるから、うん、まあそれがあるならいいかみたいなことで王国に昇格させるということをしますね、うんうん、なるほど、はい、でこの猫背フリッツは、ですね、当時フランス王がルイ14世っていう人なんですけど、うんうんうん、このルイ14世っていうのが太陽王って呼ばれていて、めちゃくちゃ金使った超豪華な宮廷生活っていうのをやってるんですよ。でこれを真似しようとするんですね。でめちゃくちゃ金使うんですよ。なんか豪華な衣装であるとか、うん、贅沢な料理を食べるであるとかですね、はい、うんうん、あとは宮廷菓子職人たちの、うん、まあ、経費ですね。お菓子、お菓子、はい、このお菓子の経費だけで年間にもともと5000万かかってたんだって、はいはい、もともと結構かかってんだけど、1億7000万まで急増させるとかね。え、金箔入ってんすか？確かにお菓子で1億7000万どうやったらいけるかって、まあ人雇ったらすぐ行きますよね。でも、うん、ね、いっぱい人雇ったらすぐ行きますよね、うん、
とチョコとかね輸入してたかもしれないしね。砂糖とかね。砂糖は高いからね、うん、この時期ね。そうかそうか、うん、そういうのもあるのか。あとは祝賀会舞踏会とかね、うん、あとこう何黄金の器とかダイヤモンド付きのタバコ入れとかね、うんエメラルドの指輪をプレゼントするみたいな、祝賀会に来た人にお土産でほら引き出物みたいな感じで、あのエメラルドの指輪を渡す。そういうことができる人がこの時代のその外交的パワーを持ってるっていう感覚を持ってるんです。なるほどね。バブリー。やっぱそういうのがこう目に見えるうちはこういうことができるんだよっていう見えに見える情報がやっぱ国家間の序列とかがそこでちょっと決まっていくっていう風な時代だったんです。でもなんかあんま馬鹿にできないというか、結局やっぱ銀座で一晩でいくら使ったかがステータスなる時代もあったっていうのもあるし、今でもステータスになる人もいますよね。だからそういうのでその自らの権威を主張するという文化だったわけですよね。なのでこの猫背フリッツだけじゃなくてですね、うん、そのこの同時代の例えばザクセン選定校、うん、ややこしいけど猫背フリッツはブランデンブルク選定校ね、うんうんうん、でかつプロイセン王ね、はいはいはい、で、他にもザクセン選定校とかバイエルン選定校とかケルン選定校っていうその選定校ラインで同列の人たちがいるんですけど、はいはいはい、この人たちもやっぱりすごく経費をたくさん使っていた、はいはいはい、そういう時代だった、うん、この時代だったんだが、うん、フランスのさルイ14世は言わずもがななんだけど、うん、みんなさちゃんと結構収入あるわけ他の人は、うん、で対してプロイセンのこの猫背フリッツあんまり収入ない、うん、あら産業がそんなにちゃんとしたものがない、あらなのに、みんなと同じぐらい金を使う、そら、ということでですね、あの破産寸前までいきます、うん、普通にそらそうやろ普通にいやでも僕はその、まあ、これ完全に個人的な試験なんですけど、はいはい、やっぱ国王の、まあ、統治者としてのある種そのフォーマットの限界を感じるよね、うん、とりあえず外交の場で他の国と同等あるいは同等以上の立場に立ちたかったら、うん、とりあえずまずは豪華な宮殿を作ろうとか、うん、お菓子をいっぱいこう仕入れてこうみんなにこう、ね、そのなんか出そうみたいな、うん、そういうこう発想にはなっていくんだろうね。まあまあまあ、だし正直この時代にじゃあ他にどうすればよかったかはちょっと難しいですね。そうまあね、なんですよ。ほらあの30年戦争が終わってウェストファリア条約で平和になったっていう話をしたじゃないですか、うん、なんで戦争をするっていうよりこの外交で決着するみたいなことが主流になっていくわけですよね、うんはいはいはい、でこの流れっていうのがナポレオン戦争後のウィーン条約で外交団の地位っていうのを決めていくっていうところまで行って、それでようやくこの派手合戦みたいなのがなんかなくなっていくんですよ。システム化されるまでは結局派手合戦するしかないっていう話なんですね。だからまあ広告宣伝費であり外交費でありなブランディング費でありみたいなところがいろいろあったわけだ、ね、本当そんな感じですね、うん、なるほど、うんうん、でその中心がまあフランスっていうことですよね、はい、もうあのフランスはヨーロッパの中華だというふうな書かれ方をしてる本もありますからね、はいまあ、だからダントツででかいんですよフランスって。ヨーロッパの中で人口とかも2番目の倍ぐらいでかい、うんうん、でやっぱりその中心になりやすいよね。場所も中心だしね、そもそもで共通語としてみんなフランス語勉強してたし、ね、そうそうそう、この時はヨーロッパ共通言語ってフランス語なんですよ。うん、今の英語と同じ立場ですよね。それがフランス語だった時代ですね。まあ、その時代にルイ14世大王は死ぬほど金使って超豪華な生活をするという文化を作ってしまって、それをみんなが踏襲しないといけないから頑張って追従するみたいな。なるほど。プロイセン王である猫背フリッツも漏れなくそれを頑張ったという話ですね。うんうん、はい。なるほど。で、まあ、こういう風な豪華な外交政策としてのやつもやってるんですけど、まあ、本人自体もやっぱり文化好きだったみたいで、うんまあ、教養人ですから、うん、教養好きだったみたいで本人も本当に好きだし、そのめちゃくちゃ金をかけるっていう前提もあったことによって、うん、すごくその学問とか芸術が勃興するんですよ、うんそうだね、育つんですこの時代、うん、でこれはベルリン宮殿とかシャルロッテンブルク城とかいう、うんまあ、城があるんですけど、うん、そこに有名なその彫刻家とか建築家とかにその建ててもらうみたいなところにめっちゃ金使うとかですね、うんうん、そういうことをやったりしてその芸術家たちにお金が流れるという時代でもあった、うん、だからそこで文化がすごく交流するということも起こったし、うん、結果的にここでその学者とかにもお金が流れていったから
その教養にもお金が流れていったから、やっぱ自然科学とかもそこで発達していくし、啓蒙思想もそこで発達していくんです。なんか本当表裏一体って感じですね。そうだね。おじいちゃんは贅沢したということで批判される一面もあるけれども、今の深井君が言ったように、こう地の学問の拠点の素地を整えた君主っていう評価もされ方もあるんですよね。そうですね。でおじいさんの代のもう一人重要な人物として、フリードリヒ大王のおばあさんにあたるゾフィー・シャルロッテっていう人がいます。まあだからその猫背フリッツの、あの妻ですよ、ゾフィー・シャルロッテ、王妃です、この人がですね、めちゃくちゃ頭が良かったらしいですね。すっごい賢い人で、しかもなんか美女でもあったと、で、まあ、生まれもいいハノーファー選定校っていう、これもまた選定校家ですよね、のところで生まれている人ですね、あのベルフェン家っていうところなんですけど、の息女であって、すごい教養人で、当時そのライプニッツっていうすごい有名な哲学者がいるんですけど、数学者でもあり哲学者でもある人、この人と普通に会話するみたいな感じの人だったらしいです。で僕ライプニッツの本読んだことあるんですけど、マジで何言ってるか分かんないです。なんか俺も名前は聞いたことある、あのえみたいな本です、はい、ってなります、ちょっと読んでみてくださいみんな、はい、ほんとそんな感じになると思うんで。なるほど。っていう人と喋れるぐらいの教養があって、あと英語フランス語イタリア語をネイティブレベルで喋れたので、フランスのそのネイティブ話者の人から見ても、このゾフィー・シャルロッテがフランス語が上手すぎて、フランス人なんじゃないかなって思うぐらい流暢だったそうです。へえ、すごいですよね。たまいいやな、でフリードリヒ大王もこのおばあさんはすごく評価してんだよね、おじいさんのことあんなボロクス言ってなのでこの王妃もすごくその文化の交流に貢献をしたっていう側面があります。はい、はい、なんで文化の交流の話をしてるかっていうと、ここで培われたその文化を大切にする気風であるとか、いわゆるこの DNA、 このおじいちゃんとおばあちゃんの DNA をフリードリヒ大王が濃厚に受け継ぎ、彼が教養人特性を持つに至る。なるほど。この人たちに似たんだっていうことだと思うんですよね、まあ、特にこのおばあさんに似たってことです。ライプニッツと話すほどの知性を持ったおばあさんに似た孫として生まれてくるというところで、まあ、リンクしてくるってことですね、ちなみにこのあのおばあさんゾフィー・シャルロッテは、わずか37歳で亡くなった。あ、若いですね、はい、で亡くなる時おそらくその咽頭がんであっただろうというふうに言われてるんですけど、亡くなる時もなんかすごい、亡くなる時もライプニッツでさえ説明できなかった事物の根源について、こう死んだらさ霊魂になってそれが見に行けるみたいに思ったんでしょうね、それが見に行けるんだから、あの楽しみですって言いながら周りの人を慰めたらしいです。悟ってますね。国王にも自分の死によって少なくとも一つ楽しみを残してあげられますと、それは盛大なお葬式ですっていう冗談を言う、37ってだから僕と同い年ですね、今のね、今年僕37なんで。人格者だ。すごい人ですね。すげえな。はい、でこの夫婦からですね、フリードリヒ・ビルヘルムっていう人が生まれるんです。ビルヘルム、ビルヘルムいませんでした？え、いた、いたいた。大選帝国と同じ名前だからですよね、はい、え、フリードリヒ・ビルヘルム、フリードリヒ一世、フリードリヒ・ビルヘルム、そう、なんで聞いてみて本人たち俺も思ったもん。2世でいいやん。あれもうナンバリングのルールがもう MacOS みたい。ややこしい。ややこしいっすよ。iPhone とか MacOS みたい。もうちょっとちゃんと1から順番につけるようにして。まあすいません。ね、ビッグサーは何番目なんだ。何番目みたいな。iPhone9 はみたいな。ビルヘルムが生まれたんですね。フリードリヒ・ビルヘルムが生まれます。はいはい、で、まあ、この夫婦から生まれたフリードリヒ・ビルヘルムなんですけど、すごい教養人だったでしょ、で文化が好きでそこにめちゃくちゃお金使った人たちだったじゃないですか、この息子のフリードリヒ・ビルヘルムはもう全く逆の性格なんですよ。ほう。でこの人ね、なんて呼ばれてたかっていうと軍人王って呼ばれてるんです。もう見事な逆張りで生まれて育つんですね、粗暴で武骨っていうふうに言われてるんですけど、本にはこういうふうに書いてあった。優雅な母ゾフィー・シャルロッテのことですね、優雅な母とはおよそ似ても似つかない粗暴で武骨な子供だった、
バロックの宮廷生活、これはフランスの宮廷生活のことですね、うん、を愛した父の趣味を継ぐこともなく、幼い頃から母ゾフィー・シャルロッテの里であるハノーファーの宮廷で育てられた、うん、はい、ここもね逸話として残ってるんですけど、後にイギリス王ジョージ2世となるいとこのゲオルクに対して、うんうん、ここはね一応補足すると、ハノーファーっていうそのゾフィー・シャルロッテの出身の家はイギリス王の家と一緒なんです、はいはい、イギリス王はドイツ人なんです今ウィンザー家ですよねって言ってるんですけど、うん、そういうのがあっていとこがイギリス王なんですね、この人も。へ、このいとこのゲオルクに対して暴力を振るい、うん、銀刺刺繍、銀の糸での刺繍を施した寝巻きを炉の火の中に放り込んだ。ムカついたんでしょうね、もうこういう優雅な、うん、優雅な服が嫌いなんでしょうね火で焼くちょっとスパルタ感ありますね、スパルタ感あるなちょっと、うん、どうしたらこんな逆のやつが生まれるのかすげえな、ね、え親子って面白いですよね。面白いですね、思った通りに育たないね、で教育も別にそやな教育したわけじゃないっぽいんですけど、うん、この軍人王は、うん、そやで無知なまま少年期を迎えたって書いてある。へえ、はい、そして結婚します、うん、はい、結婚して、これもね名前言う必要もないんだけど、うん、多分樋口さんが嫌がるだろうなって言いますけど、うん、奥さんの名前がゾフィー・ドロテア。またゾフィーやねえこのお母さんがゾフィー・シャルロッテ、はい、奥さんがゾフィー・ドロテアですね、うん、まあ、ゾフィーにドロテアとかがいらんのよ逆に逆にね、いや逆でしょシャルロッテとドロテアにしてくれたらやばったよね、うん、いいゾフィーだと困るでしょ、どっちもゾフィーだと、はいはいはい、うん、でこのお父さんね、フリードリヒ大王のお父さんにあたる軍人王っていうのは、うん、おじいちゃんであるネコゼフリッツと、まあ、全く違って、うん、お金も使わないんです。 おじいちゃんであるネコゼフリッツはめちゃくちゃお金を使ったという話をしましたよね。ほうほう、このお父さんの軍人王は徹底した倹約家だ。へ、うん、まあお金がないっていうのもありますよね、うん、お父さんが使ったから、ね、まあ、そうだね、ちゃんと立て直さないと、立て直さないとって思ってるわけですよね、財政をね、はい、どれぐらい倹約家だったかっていうエピソードがいっぱい残ってる、うん、700室ある城内のたった5室しか使ってない、うん、部屋ね、うん、部屋ね、うん、自分のためにね、うん、食事もキャベツに豚肉、グリーンピースに羊のカツという市民的家庭料理で満足した、うん、これはさ、フリードリヒ大王のおじいちゃんであるネコゼフリッツとは全く違う生活ですね。ですね、はい、うん、自身は満腹になっても家族や客人たちを満腹にさせることはなかった。これはちょっとまた倹約家とは違う特性だよねそういうことじゃないよね、これはね、ケチやん、ただのケチです、うん、はい、ごちそうを食べたいときは他人の家に出かけてごちそうになった、うん、ね、国王ですよで、これごちそうをしてあげた人の、ベルリン駐在のオーストリア大使がこのように言ってるんですけど、うん、陛下は、うん、これは軍事王のことですね、うん、私どもへおなりになり、まあこう、うん、いらっしゃったと、はいはい、昼ご飯と夕ご飯を召し上がった後、うん、狼のようにヘドをお吐きになったって全然意味がわからない僕は全然意味がわからなかったけど紹介したかったすげえ、ね、うん、ヘド吐く、ケチのエピソードともちょっと違う、言ったのはケチなんだろうなと思ったんだけど、狼のようにヘドをお吐きになったなるほど、解釈に困るよね、なんかの逆かもしれないね、すげえな、ヘド吐くってヘドお吐きになるって、ね、丁寧に言うとヘドお吐きになるお吐きになるってなったらヘドって言うなよ全然オブラートになってないまあ本に書いてありましたはいはい、はい、あとね他にもエピソードがあって、牡蠣ね、貝の牡蠣、うん、を100個プレゼントされた。そのうち70個を自分で平らげ、うん、残りの30個を7人の客に提供したこれがこの王の配分感覚であった、書いてあります。これもケチエピソードかなですね、うん、まあ、あとケチなだけじゃなくてちゃんと国家財政も倹約をしていて、うん、従来の年間予算が27万ターラーっていうまあ単位なんですけど、はいはい、27万ターラーだったのを 80% 削減して5万5000ターラーになった。めちゃめちゃ絞ったね、うん、80% 予算削減は相当やばいぞこれはすごいね、うん、これはすごい、うん、
すごいわ。相当やばいと思うんですよね。はい、だからその今まで使ってた花壇とか、うん、全部大根とキャベツの畑になったって書いてあったし、うん、なんか豪華なヨットがロシアで兵隊と交換された、うん、だからまあ軍人王と呼ばれてるぐらいだから全部軍事費に回すんですよこの人は、はい、あと動物園のライオンとかいたんだってトラとか、うん、これを他のそのザクセン公に売ったりとかですね、うんうん、あともう当然ですけど芸術とかもう全然どうでもいいんですよ。なるほど。軍人王は、はいはいはい、もうただの無駄なんです軍人王からしたらね、うん、それどころじゃないと、それどころじゃないどころし、うん、もう悪なんです。もうなんならそんなことにうつつを抜かしていては、うん、なるほど、ダメだと、うん、そんなことにうつつを抜かすぐらいだったら軍事的なこと考えようぜみたいな人なんで、そう、うん、劇場とかも閉鎖され、はいはいはい、劇場用にあった衣装とかも売られ、うん、みたいな感じですね、うんうん、そう、なんか宮廷で使う費用もですね、もうほんと最小限に切り詰めて、代わりに役人たちをものすごく安い給料で猛烈社員のように働かせたんですよね。でしかもちょっとした汚職でも全然容赦しないというふうに、本当にこう政治の世界の中でも軍隊のような規律をですね持ち込んだっていう風な記録が残ってますね。あとはあのユンカいましたよね、その在地領主みたいな人たち、まあ彼らからあの税金を厳しく取り立てるんですよ。でもちろんこう文句を言われますよね、ちょっと厳しすぎると、もう税金を取り立てすぎて自分たちの住んでるところの経済が破壊されるよというふうに王様に文句を言うんだけど、この軍人王はやり返すんですよね。お前ら何をバカなこと言ってるのか、破壊されるのはお前らの権力であって領土ではないと、なるほどっていうふうにでやり返すような、まあそういうタイプの王様でしたね。ある意味振り切っててすごいなと思うんですよね、やっぱね、この人ね、厳しいね、誇り持ってるんですよ、そのケチである自分に、はいはい、倹約家である自分に、うん、そうであるべきっていう強い信念を持って経費削減していってる、うんうんうん、まあ、ただ使うべきところでは使ってる。へえ、そうだね、うん、なんかその例えば食器に150億円払うみたいな、食器今の金額でいう150億円を支出するみたいなこととかをしたりして、はい、でこの王様、当然なんですけどフランスが嫌いです。あ、こんなこと言ってますね、フランス人を見ると私は唾を吐きたくなる、うん、もう大ストレートです、すげえな、ね、うん、あの教養とかも嫌いだからドストレートなことしか言わないんですよ。なるほど、うん、これ息子であるフリードリヒ大王はすごくね、あのフリードリヒ大王もこの性格持ってるよね、うん、すごくね、あの皮肉を言ったりするんですけど、教養に満ちた皮肉を言うんですけ ど、 なるほど、フリードリヒのお父さんである軍人王はですね、こういうドストレートな唾を吐きたい、ね、身も蓋もない、うん、ひでなことを言ってきますね、はいはい、まあ、こういうことを言ってるこの徹底した実利主義者なんですけれども ね、 そうね、うん、あのさっきも言ったように芸術にお金払わなくなったので、うん、その大学もその真理の探求の場所ではなくて、うん、国家の役に立つ人材、うん、管理を要請できればそれで良いというふうに思っていた、はいはいはい、経済学と政治学の講座をね大学で開くもんね、うん、うん、なるほど、なのでいわゆる人文的なものとかここで一回消滅していくよね、うん、芸術アカデミーもいらないよねと、うんうん、オルガン作りの名人いらないよねみたいな、うわ、金細工師いらないよねって言って全員解雇していきます、うんうん、利益にならないよねって言ってね、いや、うん、ちょっと資本主義っぽいよね、そうですね、はい、で、舞踏会とか仮面舞踏会とかそういうのも禁止していく、うん、いらないよねってなんですね、うんうん、彼からすると意味ないじゃん、うん、みたいな、うん、市民の楽しみであって射的大会、これも禁止する、うん、時間と金の無駄でしょって言って、はいはいはい、めっちゃ嫌われてるんですよこの王様はい、はい、なので、うん、はい、一方でですね、軍事費にはたくさんお金を使っていて、うん、プロイセン軍が3万8000人いたのを、うん、軍人王が亡くなる頃にはですね、うん、8万人まで増やしていた、ほいほいほい、人口が250万人しかいないんですね、うわー、その中で8万は結構やな、うん、すごいだよね、25人に1人ぐらい軍人だってことになるんですよ、うん、へえ、でその男女比が半分だとすると、うん、あ、まあ13人に1人ぐらい軍人だということになる、か、うんうん、男のね、男の、なるほど、そうそうそう、うん、この時にフランスの人口って2000万人なんですね、うん、強いよね、だからフランスってやっぱ大国なんですよね、でも兵力16万人なんです、うーん、で、はい、オーストリアって隣国の大国もあるんですけど、うん、ここでも10万人しかいないのに、うん、プロイセンが8万人持つっていうすごい投資の仕方をしてるんですね、なるほどなるほど、でこれはね、量だけがすごいんじゃなくて、うん、プロイセン軍って質もすごく良くて、うん、この軍人王によってね、
同一の銃の弾丸、同一の歩幅とスピードで、機械の歯車のように訓練されていると、命令に順応できるようにしようとした、これがまあ軍人王がやったことですよね。なるほどなるほど、まあ、訓練をめちゃくちゃ厳しくやったってことですね。1分間に3回の一斉射撃が行えるようになるまで兵士を訓練した。これ後々息子のフリードリヒ大王の時代では1分間に7回の射撃が行えるようになってるみたいなんで、ここどんどん鍛えていったってことになりますよね。あとはね、あの軍人が好きなんだよね。だからポツダム巨人衛兵隊っていうのを組成してですね、背が高い人にめっちゃお金払うんですよ。理由は背が高いからです。その巨人か。この時の背が高いってでもね175センチぐらいなんだって。ヨーロッパ人もあの平均身長が160何センチとかだったんですけど、食料事情的にね、この時に170何センチ以上ある人はいきなり年収が今で言う2000万円みたいなのもらえて、みたいな、そんな厚遇の仕方をするみたいな。だからこの時にプロイセンは軍人王のこの下でですね、すごい軍備が増強されて、量も質も国家規模に対してものすごく強いプロイセンという風なものが出来上がっていきます。でこんだけ軍を強くしておきながらですね、軍人王は実は戦争ほとんどしてない。あ、え、宝の持ち腐れじゃないですか。いやそうでもないんです。やっぱ軍隊って持っておくことがすごい大事なんで。なるほど。でもうほらケチじゃん、お金使えないじゃん、だから戦争って一番お金使うじゃん、だからやらなかった。へえ。その本当必要じゃない戦争しないんですよね。だからめちゃくちゃ軍隊を、まあ、もう個人的に好き、なんか男らしいものが好き。なるほど、パワーが好きなんだ、ね、パワーが好き、まあ、政治的に必要だったっていうのもあるしね。 そう、そのいとかが着てたきらびやかな服を燃やすぐらいそういうのが嫌いっていうすごく分かりやすい人だったっていうことですね。はい。もう軍人王がすごかったところはこういう金がかかる常備軍を増強して維持しながらもあのですね、財政赤字を出してないんですよね。で全然借金に頼らずにちゃんとこう在地領収からこう税金を取り切ることに成功してるんですよ。ここはやっぱね、辣腕なこう政治家の部分があるかなと思いますね。やっぱ支出もかなりカットして。そうですそうです、はい、そうですそうです。で同時期のフランスは、人口が多い分収入も多いはずなんですけど、めちゃくちゃ金使って、使いすぎて枯渇していって、このあと財政破綻をしてフランス革命に突入している。王家が財政破綻して民衆への税金を増していって、民衆がいやふざけんなってなっていく。なるほど。プロイセンここで踏みとどまってることになるよね。なるほど、はい、そういった意味では優秀と捉えることができる、爪を磨いたっていうことでしょうね。まあ後でも言いますけど、とても優秀な王様じゃないかなと個人的には思います、はい。王様としてはすごく優秀なんじゃないかなと思いますね。あのアレクサンドロス大王のフィリッポス2世にもちょっと似てる、お父さん。確かに、本人が戦争で勝ったわけじゃないけど、フィリッポス2世の息子はアレクサンドロス、そうね、この軍人王の息子はフリードリヒ大王なんだけど、フリードリヒ大王がその戦争で勝てた理由もお父さんがやっぱりその軍備を増強して強い軍隊を持ってくれていたからというのは確実にあるかなと思うので、まあお父さんはこういう人であったということですね。なるほど、はい。そしてこの父の元で生まれたフリードリヒ大王がおじいちゃんに似たすごく教養に憧れる文化の好きな少年だった、なるほど、文化系青年なんです、はい。いきなり合わないんですよ、お父さん、はい、ねえ、ここが覚醒遺伝というかなんというかね、面白いっすよね。これによって非常に彼というのはフリードリヒ大王苦労しますんで、これが次回からのフリードリヒ大王の話です。なるほど。いやついに今回は、もう4話目で出てくるの早いですね。もうね、早いよ。まだ早い方ですね。ですね。ということで、じゃあ次回ついにフリードリヒ誕生ということですね、はい。ありがとうございました。